こんにちは、海進整骨院の中山信弘です。だいぶね、今週末も冷えて足がつったという患者さんも、増えてきました。今日はですね、こむら返りになった時の、対処法をご案内します。腰が疲れてですね、骨盤が下がると、筋肉がこわばってしまってこむら返りになるという方の場合、まず膝をかかるようにして曲げていただいて、このような姿勢をとってもらって、腰を伸ばして緩めます。ぐっとこのまま腰を反らしていきます。で力を抜いて、でまた伸ばします。この繰り返ししておくと腰の筋肉が緩んできて、だん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 足のこむら返りが、取れていきます。仰向けに寝てやっても OK なので、その場合そのまま上向きに寝てもらって、足を抱え込んでこのまま腰を緩めていただいても OK です。一般的に、足がつるとね、足の親指を持って、手前に引くっていう方法もあるんですけども、それはちょっとね、なったところっていうのは筋肉が傷んでることが多いんで、腰を緩めることによって足のこむら返りを抑えるという方法もあります。ぜひ試してほしいと思います。